ペーパープスさん、ペーパープスさん元気ですか。元気です。元気があれば何でもできる。最低です。いい加減にしてください。はい、もうできん。水曜日にあーちゃんから言われたブリンブリンバンバンです。かつてトースポの真ん中のページを撮影した真面目にしてきた角度が50-50 で桜田門に時々お呼ばれしていた今では初老ジャパンの私的に、はい入れてくるね、いろいろ私的にはホワイト案件のメールだったんですが、あーちゃん的にはふてほどだったようです。すごい。3連単というより界隈に入られてしまいました。入れられてしまいました。すごい、全部入れてしまう。すごいですね。今日は名言が残せなかったのが心残りですが、これ以上書いてしまうと大友町のデキンちゃんになってしまうので、もういいでしょう。すごい、すごい、いっぱい入ってる。すごすぎる。すごいな。めっちゃ入れてきてくれましたね。大喜利のとこ素晴らしい。全部入ってる。うまいですね。すごいですね。ドクターパンプさんはね、いろいろ撮った写真がいろんな使うところで使われて、はい、ね、プロレスの、そうですよ、プロのいろんなところで使われて、俺が撮ったとかわけわかんないこと言われてるらしいですよ、違う人が。全然関係ない人が私が撮ったって言ってるんですよ。いや俺だけどみたいな。あ、そうなんだ。そしていっぱいいますよ。ね、某焼きまんじゅうさんなんかね、まだ15年ぐらいしかやってないのにね、うん、あの元祖とか書いてる、よく言えるなとか思いますけど、ね、うん、あ、こっちは100年だと。大したもんだ。いやいや、もう原島屋さんなんかもっと早くやってますからね。すごいよね。すごい、すごいと思う、あれの。素晴らしいです。そういうのがあるんですね。言ったもん勝ち。行っちゃったもん勝ちです。もう本当にいいんです。行ったもん勝ちです。分かる人に分かる、それでいいんです。もうね、そんなね、老舗のさとしさんとかね、うん、スーパンプさんもこれだけすごい人に、私最低です、いい加減にしてください、もうできんですとか言ってるんですもんね。最高、それが嬉しいんです。何言ってんの。喜んでほしくて言ってるわけじゃないですか。はい、喜んで入れてきた。喜んで、どんどんリリーパースとかやらないでください。喜んで、本当に喜んで、喜ばないでください。もうさとしさん、メールはあれですか。ないですよ。は